まるで死人でも見るような顔して。いや、死人を見るような目してんだよ。でも不思議、死んでましたよね。これまでのあらすじ。落ちた勇者の星の様子を探るため、デルカコスタ地方を訪れたエナたちは、サマディ地方の上空に浮かぶ黒い太陽を目撃する。一行がどうすることもできず途方に暮れていると、ウルノーガの姿をした預言者が現れる。預言者は、一行が神の使いケトスに乗って、天空の民と出会う姿が見えると言い残し姿を消す。預言者の言葉を頼りに、ケトスを呼び出したエナたちが、天空に浮かぶ島を訪れると、そこには、命の大樹に使える一族、神の民がいた。長老イゴルタプと面会し、邪神と勇者の神話を聞いた一行は、邪神を倒すという勇者の使命を知る。その後、大樹の苗木を頼れ、という長老の言葉を聞いたクーロンから、渡したいものがあると言われ、アイラたちは太陽の神殿へ向かうのであった。よくぞ戻られた、アイラ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回、動画を閉めた後で、最後におった部屋、長老がおったとこかな、の部屋にさ、宝箱があったんやけど、その宝箱を取って、見て見て。見て見て。セーニャとね、ほら、二人の服装が変わった。めっちゃ可愛くない？私的にイメージとしてはさ、天使と悪魔逆のイメージなんやけど。でもね、これなんかそれぞれ、この組み合わせでしか装備できんくってさ、でもめっちゃ可愛い。いいよね、この見た目にちゃんと反映される服装めちゃくちゃいいと思う。よき。あの二つの服プラス、最後の鍵をゲットした。てか、太陽の神殿って言ったよね。どこ太陽の神殿？普通にこっから向かえるんか。あれか。一番最初に入ろうとしたとこやね。入ろうとして、ここではないっていう。長老様は一番奥にお会いします。あら、人間さんが神のために外に来るなんて珍しいわね。ケトスに乗ってきたのかしら。他の種族の人がこの里に来ることなんてほとんどないから歓迎するわ。心ゆくまでゆっくりしていって。まあ特に何もすることはないんですけどね。観光っていう観光もあれやし。何これ、なんかちょいちょい落ちとるものがすごい気になるんやけど、何もできんかった。何、日光浴中かな。めぐりんめぐりんめぐりんぱ、祈りのおり、捧げる、捧げる。めぐりん、めぐりん、めぐりんぱ。感謝しゃん、感謝しゃん。ん？どういう意味かって？これは古い神のための言葉で、命の大事よ、その恵みに感謝しますって意味さ。命の大事は僕たちの大事な神様だから、こうしてお母さんと一緒に、毎日感謝の祈りを捧げてるんだ。魔法の呪文かと思った。違うんやね。そういうなんか魔法少女系のが流行っとんかと思った。祈りのおり、捧げる、捧げる。めぐりん、めぐりん、めぐりんぱ。感謝しゃん、感謝しゃん。神の民は一心不乱に祈りを捧げている。これお母さんってことやろ？サイズ感一緒じゃねえか。どっちが親でどっちが子とか全くわからんな。入り口はどこ？ここかい？ここっぽいね。この太陽の神殿の奥には、世界誕生の時からこの世を照らしてきた、聖なる神の炎が安置されている。ついに神殿の扉が開く時が来た。勇者よ、さあ進むのだ。クーロン様が中で待っているぞ。クーロン様って誰なんやろ。前回なんか説明しよった？覚えてないけど。さあ、この奥か。てかさ、前の世界で会ったあの神の民の子は？唯一生き残っとった子。あの子おらんくない？逆に。これ？クーロン。あちらの苗木は、遥か古の時代からこの地を見守ってきた聖なる苗木。その中には、当時の記憶が眠っていると言われます。ふんふん。何回も見たことあるよ。
冒険のね至る所で助けてもらったわ。ここにある聖なる苗木からは邪神ニズズルファを倒す手がかりを得ることはできないようです。しかし地上にある3本の聖なる苗木の記憶を読み解けば邪神討伐の手がかりが得られるやもしれません。地上？地上のやつを探さんといかんってこと？それではそちらの台座にある聖なる種火に手をかざしてください。めっちゃ熱そう。これはあざが反応している。これでまた聖なる炎が手に入る。2回目何だったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。うんうん、そういうことだ。アイナは聖なる種火を手に入れた。聖なる種火はロトゼタシアの創造主である聖竜様より受け継いだもの。その光は勇者の力を呼び覚ますと言われています。その聖なる炎はあなたがニズゼルファを倒す旅を続ける上できっと役に立ってくれるでしょう。長老様、ここでいいんですか？あ、この子か？この右側の子？違うかな？この右側の子じゃなかった？声がそんな感じがしたんやけど。わしもその者らの眠れる力を違うんかな。呼び覚ましてやろうと。でもおらんってことはないよね。まさか長老様がこんなところまで眠れる力というか、なんか君が寝そうだけど。この者らの目には希望の光が宿っておる。見えてます？光を絶やしてはならぬ。大樹の葉より生まれ入れし子らに大いなる祝福を与えん。とても眠そうだな。おお、なに？何？何があったの今？アイナたちは新たな呪文と特技を覚えた。スキルパネルが新たに解放された。神たちの潜在能力が解放され、レベルが引き上げられた。え？アイナはルーラの行き先を思い出した。これまでに訪れた場所がルーラの行き先に追加された。すげえ！力が湧いてくるみてえだ。要は、みんなからしたら引き上がったんかもしれんけど、主人公からしたら元に戻ったっていうことよね。前の世界、前の世界の最後の状態に戻ったってことやろ？みんなの能力とかが。よかったよかった。邪神が生まれるなどという誤った伝承がよからぬ因縁を生んだ。ゆっくりだね、喋るのが。その長きにわたる因縁を断ち切るのじゃ。聖竜の加護があらんことを。寝たよ。寝たよ。ほら、眠いんよ。早く連れ帰ってあげて。久しぶりに起きたからきっと疲れちゃったんだね。ほら、この右側の子絶対そうやって。連れてってあげよう。え、どれだけぶりに起きたんやろ。さあ、地上にあるという三本の聖なる苗木を探しに行くとしよう。そこから邪神討伐の手がかりを見つけるのだ。え、そのさ、三本の苗木の場所のヒントは教えてくれんの？え、なんか話終わりましたけど。聖なる種火には我らの神の力が宿ります。それを持っていれば地上にある苗木から大樹の記憶を読み取ることができるでしょう。神のためには地上に詳しいものも多いので、3本あると伝えられる苗木の場所は、里の者に聞いてください。なるほど。ヒントを教えてくれる子、紫になっとるかな。
あ、この子が教えてくれる？そういや以前地上に降りた時、太陽の神殿にある聖なる苗木とそっくりの木を見かけたぜ。場所は確か修行者がたくさん集まってるドルダ教の入り口近くだったな。ほう。もしあの場所に行きたいのなら、ケトスに乗って向かうよりも、ルーラで行った方が早いかもな。ほうほう。あ、この三人がヒントくれるってことやな、きっと。ドゥルダ教、ドゥルダ教。あ、あの子は。ごめんね、ちょっと。こっち、ほら。むにゃむにゃむにゃ。まったく誰だよ。気持ちよくお昼寝してたのに。と思ったら、ユイス様か。合言葉も見つかったし、お昼寝してたんだよ。ふわー、じゃあこれを教えてあげるね。ヨッチ族自身が合言葉探しようんやね。で、それを教えてくれると。アユナは冒険の書の合言葉を教えてもらった。幻の大地の祭壇の天魔の塔が解放されたようだ。その冒険の書の合言葉があれば、ヨッチ村にある祭壇沼から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、ヨッチ族を見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。ユイス様、これからも頑張ってね。ヨッチ村のこと、頼んだよ。ねえ、キーファっていつ戻ってくるん？あれは時間経過とかとは関係ないの？以前地上に行った神の民から、ダーハラ湿原に苗木が生えていたという話を聞いたことがある。だがその場所は人の足ではいけない断崖絶壁にあるらしいから、ケトスに乗って行った方がいいぞ。ほう。ダーハラ湿原？ケトスに乗って行った方がいいかそうじゃないか、移動手段まで教えてくれるんやね。そして君か？だな。この前地上に降りた時に、不思議な形をした木を見たわ。神の民ってさ、結構地上に降りてきようんやね。場所はかつて栄えた王国の廃墟が残るバンデルフォン地方だったかしら。でもその場所は断崖に囲まれていて、ケトスに乗っていかないと取り付けないから注意してね。ほうほう。ま、でもその周辺に行ってからケトス呼んだんでも大丈夫っぽい？その方が早いよね、多分。まあじゃあ行きますか。違う。さあ、行くか。ちょ、待って。とりあえず、一旦ルーラーで、どこっつった？ドゥルダ教。ドゥルダ教のどこ？ドゥルダ教のどこだよ。話す、あ、あるやん。これか。あっという間。ん？苗木に手をかざしますか。はい。ふわー、光が。これは？勇者の手？武器を作ったんよね。この映像は見たよ。火山。これはもうやったやつよね。ん？こっちの世界ではやってないのか、まだ。いや、やったよね。で、ケトスもゲットしました。今の光景、みんなにも見えていたのよね。見えたよ。勇者様と同じく、左手にあざのある方がいらっしゃいました。かわいい。もしや、あの方は。二人。お主ならわかるはず。祖先。あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者老主様に違いない。勇者の剣が完成するところが見えたが、これだけでは勇者の星に何が起こったのかわからんな。別の苗木を探すとしよう。さあ、ここはまあとりあえずもうこんだけか。どうも、お久しぶり。そのお姿、もしやユグノアの王子アイラ様でいらっしゃいますか？今更な呼び方やけどな、ユグノアの王子。おお、やはりそうでしたか。勇者の星が落ちるのを見たニマ大使があなたの訪れが近いとおっしゃったのです。大使はこの16年間あなたとの出会いを心待ちにしていました。ぜひとも大使と会ってあげてください。
大使はこの上の宮殿の奥にあるドルダの大修練場にいらっしゃいます。この世界でニマ大使には、あ、そっか、会ってないんか。大樹が落ちてバラバラになった後で会ったんよね、あの老おじいちゃんが修行しよったやつ。え、ニマ大使って何、生きてんの？死んどんでなかったっけ？でも大修練場におるって言ったよね。勇者様って何だろう？私です。え、私ですよ。え、どこ？こっち？どっちでも一緒か？とりあえずなんか向かってみよるけど。でもこの世界で、まあ、別に会って損はないよね。どこ？大使の宮殿でいいのか？ガッチガッチー。まあ、次の移動はルーラで行けばいいとして、ここか？勇者様、よくぞおいでくださいました。この宮殿を通り、ドルダの大修練場へ向かいください。大使様がお待ちですよ。あれかな？修行つけてもらえるって感じかな？それがしは尊い方たちをお守りするというお役目により、肉体の鍛錬を欠かしたことは一度たりとてないのです。そのために鍛えに鍛えたこの体は、硬い金属の塊も同じ。はぐれメタルにすら勝ると自負しております。そう。この体こそ、それがしの誇り。生半可の武器では、それがしの体を貫くことはできないでしょうな。なんなら試してみてもいいのですよ。それがしの鋼の肉体を貫ける武器、あなたに用意できますかな？そのプライドをへし折れ。ドルダ教にいる修行僧に、修行僧の鋼の肉体を貫けるような武器を用意するのだ、と頼まれた。ほう、なんなんやろ。はっはっはっは、大した自信だ。いいでしょう、その挑戦、受けて立ちますぞ。しかしこの勝負、それがしの勝ちは明白。なぜなら、この鍛えた体を貫けるとしたら、世に聞くエンパイアブレードプラス3のみのはず。教えてくれるんや。てかさ、体貫いたらもう死んでない？大丈夫？しかもエンパイアブレードプラス3とは、不思議な鍛冶という幻の製法でないと作れないとんでもない一品ゆえ、入手は難しいでしょう。確かエンパイアブレードのレシピは、蓮舞刀魔行の褒美にあったはずですが、あなたに手に入れられるとは思いませぬ。めっちゃ説明してくれる。万が一、エンパイアブレードプラス3を手に入れたら、装備してそれがしに話しかけてくだされ。まあ、絶対に無理でしょうがな。はっはっは。クエスト、そのプライドをへし折れを引き受けました。まあ、私、歌詞ほとんどやってないけんな。ドラクエの。この先はドルダの大修練場だ。多くの修行者が己を鍛えるために訪れる、神聖な場である。心して進むがよい。ことはこっちってこと？ニマ大使がいるのは。あ、ここだね。おるんかな、普通に。多分、レベル上げとかで使えるよーって感じなんじゃないん。ここは歴史深きドルダの大修練場だ。よくぞ来た、ユグナーの王子よ。大使が修練場の中央で待っているぞ。多分、ストーリーには関係ないのだろう。え、なんか普通に始まった。ユグノアの王子よ、ドルダ教へよくぞ参られました。なんか普通にちょっとしたストーリーあるね。私は里の大使を務めるびっくりしたニマと申します。あ、どうもどうも。我らドルダの総一同、古き制約のもと、あなたを弟子として迎え入れ、心身ともに健やかに育てることを誓います。どうした、いきなりで驚いたかい。堅苦しいのはここまでにして、まずは訳を話そうか。ドゥルダは古来よりユグノアと縁のある里。ユグノアの王家に生まれた男子は、幼子の6年間里に修行に出されるという掟があるんだ。その6年間を今から取り戻そうと。いいよいいよ、もう幼子の時代終わったよ。ユグノアの王子として生まれたあんたは本来この里に修行に出され、あたいに支持するはずだったんだよ。ユグノアが滅び、それは叶わなかったけど、あたいたちドゥルダの民は16年間あんたが来るのを待ち続けてたってわけさ。うん？お久しぶりです、大使様。どうおじいちゃんだよ。今まで顔を出せず申し訳ありませんでした。本当に久しぶりだね。ユグノアが滅びてから心配してたけど、ニマ大使が死んだのって元気そうでよかったよ。
あの体重が落ちてからの、え、体重が落ちてからってこと？そう、いまいちよく分かってないんやけど。え、あれ死ぬったよね。まるで死人でも見るような顔して。いや、死人を見るような目してんだよ。でも不思議だね。死んでましたよね。あたいもあんたとは初めて会った気がしないんだ。死んでましたよね。どこか遠い世界で。どのタイミングで死んだんやろ。今ちゃんと生きとんよね、これ。おっと、いけない。可愛い弟子とゆっくり話していたいけど、今はそんなこと言ってる場合じゃないね。よかったね、ラオおじいちゃん。今大使生きとるよ、ちゃんと。空に現れた黒い太陽、あれから邪悪な気をビンビン感じるよ。あんたたち、あの黒い太陽に挑むんだろ。そう来ると思って、あたいが特別な修行を用意しといてあげたよ。やっぱり、多分これね、レベル上げとか、なんかそういうことに、やり込み要素的なことやろ、きっと。その名も、連舞闘魔行。あたいが呼び出す魔物と次々と戦って、これやん、さっきのサボクエのやつが言ったの。最大限に引き出す荒業さ。これでレシピがもらえるんやろ。しかも、ここ数百年誰も制覇できなかった最終試練まで解放するから、覚悟しておきな。修行に挑戦したいときは散歩に言うんだね。はい。太子様、私はこの16年間自らに禁欲を課し修行してまいりました。その成果、今こそ見せてやりますぞ。あんたもしばらく見ないうちにちょっとは成長したみたいだね。ではお主たち、早速修行に挑むぞ。めちゃくちゃ張り切ってる。この牢に遅れは取るなよ。みんな結構引いとるけど。いや、はっ、かっこいいな。おじいちゃんかっこいいな。なんか出てきたけど、禁欲はどうなったよ。ああ、冷たい風が。振り向かない方がいいよ。前言撤回。やっぱりあんたは何も変わってないみたいだね。久々に特大の一発をお見舞いするよ。痛そう。